はい、ということでね、メインチャンネルの方で光くんチームにボーリングで負けたということで、まあ、罰ゲームがね、光チームのメンバーを褒めるということで、まあ、褒めるって言ってもさ、その視聴者目線で褒めるというよりは実際になんていうの、コラボして感じたことを話していくのがいいんじゃない。そう、ね、なるほど、うん、で5人メンバーでしょ。ロケモサくんからいく印象で言うと、やっぱりかっこいいっすよね、うん、外見はかっこいいよね、本当にジャニーズだよね、うん、まさに、うん、なんかあんまりこう前面に出てこないじゃん。一歩下がってやっぱ光くんとかの意見を全面的になんか支持してる感じあるじゃん、うん、だからあんまり俺とは絡まんからさ。確かにあんま見んね。うん、ケイマサくんね、なんかかっこいい、かっこいい、かっこいい、うん、しかない。髪の色はあれ似合う人はあんまりいませんよ。そう、あの色似合う人はすごいよ。俺もやったけど変だったよ。あー、確かにやったね、青。青マジで。チリチリだったし、確かに、まあ、あとはでもなんか、頭良さそうよね、しっかりと。そうだね、うん。なんかしっかりと物事考えれてるタイプな気がするな。あれ、ロケの作品が何歳だったっけ ?23 だね。23歳。しっかりしてますよね。しっかりしてるよ、うん。ちゃんとさ、馴染んでるしね、ちゃんとメンバーで。別にね、それこそ俺らと一緒ぐらいじゃん。ヒカルさんもそうだしさ、マイさんとかも年代で、年下の俺にってことよね。あんまり感じないよね。うん、じゃあ名人、名人さん、名人は本当になんか一発を持ってる方じゃん、動画で言うと、うん、なんか一発でかいのぶち込んでくるじゃん、名人ってさ。じゃあその面白さはあるよね。でも逆に僕からしたらすごいミステリアスで魅力的だなと思いましたけどね。そうだね、うん、なんか女性だったら気になりそう。めっちゃミステリアス。マジで話さない。自分から発しない、絶対。で、なんか、メリハリついてて、なんか現代的よね。やるときはやるけど、必要ないときはもう自分の世界って感じで、うん。だから、やるときはしっかりやってて、それ以外は別に何しててもいいでしょみたいな感じ。だから、うん、学校で言うと、じゃあ、テストできたらよくねみたいなタイプよね。うん、授業別に寝てても授業中寝てるけど、テストだけできるみたいなタイプよ。天才派ですね。そうね。昨日も言ってたやん、キャプテンだって言って、元野球部、そう、だから別に嫌われてもなかったんじゃない、実は、うん、先生から嫌われたらキャプテンなんかならないし、無理だね。そうね、まあまあまあ、うん、でも自分からあんまり話しかけないって言ってたし、友達とかはあんまり作らないタイプみたいですね。でもキャプテンってことはもうそういうことですよね。そう、下は誰とでも絡めるって言ってましたよね、うん、逆にね。あとめちゃくちゃ上手かったんじゃないかなと思うけどね、野球が、野球が、うん、まあ、あとは本当に光チームのメンバーなんか全面的に信頼しているよね、光くんのことをね、うん、だからもう船長が言ったらもう動くって感じよ、うんうん、で、まあ、それまで自由みたいな、光くんもそういうタイプよね。だからそれで成り立ってますよね。やるときだけやるみたいな感じよ。そうですね、うん、だから名人が一番それをなんか前面に出てるよね、その形態が、うん、まあそんな感じで。じゃあ次、笹毛さんか。笹毛さんはなんかいつでもいるよね、一番近くに。部屋目だから、ね、マネージャーみたいな感じ。ヘアメイクだけどやってないよね、別に。やってから来てるんじゃない。メイク直しみたいなのしないじゃん、途中で。途中ではしないね。途中でする人はするもんね、芸能人はみんなするじゃん。うん、してるよ。してるんじゃない。いや、しない。撮影中はしなかったし、ね、しないしない。だからなんかマルチに動いてるんじゃないかな。撮影も着慣れてたじゃん、こうやって、うん、撮影もできるし、しかも初期メンバーじゃないじゃん、うん、うん、だから相当なんか才能があって買われてんだろうなっていう、うん、うん、まあでもなんかすごい気も使えるし、やっぱ美容師で成功してる時点で気使えるじゃん、めっちゃ、うん、確かに。で、ある程度頭の回転早くてコミュニケーション能力あってって感じで、まあでも前面に出てこないですよね、やっぱり、うん、そうだね。笹毛さんもなんかモテやみたいなね。それこそなんかやっとってんやん、24時間配信だっけ、マラソン、うん、マラソン、100キロマラソン。根性相当すごいと思うよ、うん、すごいじゃない、100ランって言われました。あんな走れんぞ、普通にみんななんか前面に出てこないよね、うん、一歩引いているよね、全員が。全員引いてんだけど、立ってることね、ちゃんとキャラとして、うん、なんか、やっぱすごい信頼感がすごいのと、あんまりその、本当に言ったら光くんがめっちゃ全面的に考えてんだろうなっていうか、うん、このことを、うん、そんな気がしん、なんかで、みんながそれをきちっと遂行していくという、そうそうそう、そんな気がする、うん、なんかそうだね、多分だけどね。でもなんかめっちゃ笹毛さんは特に相手の様子も伺ってる感じがする、一番の全体を見てて、次に何が必要なのかとかも考えてそう。なるほど。なんかわかる、まあ、なんか観察してる感あるじゃん、
まあ、よく周りが見えてんだよね、いい方したら、うん、すごく確かにボーリングの時も動いてましたね、うん、手続き的なことだって。いや、なんかすごい動向を伺ってる感じは見て取れたな、うん、俺は。まあそんな感じですね。はい。いやでもすごいよね、美容師だったのところからさ、その YouTuber に転身してだいぶ道が変わってるもんね。ね、確かに、うん、はい、まあそんな感じですね。はい。前さんか。はい。前さんはだからそのカメラがすごいっすよね。ブレないですね。うん、ブレない、ね、ブレないカメラと笑い声。笑い声はもうマジで、うん、天下一よ。うん、楽しくなるんですよ、あれ聞くと。リアクション、リアクションとさ、うん、すごい。だから前さんのあの笑い声でめっちゃ再生数高くなってると思う。うん、間違いないね、うん、だからね、そんなに面白くない時でも爆笑するとなんか面白いんじゃないかって錯覚するじゃん。なるなる。それを思ってるよ。だからなんか海外のさ番組とかもすごいオーバーリアクションな番組とかあるじゃん、うん、あれに近いものを持ってるよね。確かに。だからすごい能力ですよね。でも本当に面白いんだろうね、前さんはね。うん、本当に笑ってるもんね、うん、本当に笑ってる、大爆笑してる。うん。マエスはそのぐらいか。いや、あとバチッと決めてたじゃん、さらりとしたマエスさん。ああ、最後ネタを持ってるよね。そっかそっか、持ちネタありますよ。まあ、あと、いじられキャラとしての才能もすごいよね。確かに。まあ、あとなんか、スケジュール管理とか全部やってるみたいなんで。めっちゃね、マエスさんが忙しいと思うよ。忙しいだろうね。うん、めちゃめちゃ忙しいと思う。で、編集もやってて、カメラマンもやってて、うん、すごいな。で、ヒカル君のことが大好きなんだろうね。本当になんか惚れ込んでてじゃないとできんくない、うん、ずっとついて回ってさ、なんか日の当たらない人じゃん一番、うん、カメラ撮ってる側だから。でもなんか大学も辞めてさ、やっぱ悩んだみたいだけど、めちゃめちゃ半年ぐらい、うん、けど腹決めて冬ぐらいにね、最後チャンスだったって、そこで腹決めて入ったみたいだけど、うん、楽しんでる感じするけどね、めちゃめちゃ、うん、俺結構昔から見てんだけど、ヒカルチャンネルは、うんうん、なんかすごいそういうキャラなんだけど、うん、兄貴っていう存在じゃん、あの、ヒカルくんの、うん、なのになんか動画で笑いながら、でも突っ込むとか突っ込む、ね、アホやこいつみたいな、うん、笑いながら、うんうん、あれがめっちゃ好きだったね。突っ込みもできるって。そうそうそう、そうそうそうだね。だからちょっとね、名人とかロケマサ君たちとは立ち位置が違くて、そうね、ヒカル君に対してその意見も言えるタイプ、そうそうそう、立ち位置だから、だからまあそこも良さですよね、うんうん、昔の動画でなんかネクステをなんか日本一にするみたいな、なんか前さんが酔っ払ってすごい叫んでる動画があったんですけど、なんか泣きながら、うん、絶対日本一になるみたいな言ってて、あ、もう熱い人だなと思ってましたね、あれ見たら。あ、はい、実際にコラボしてみた感じはでも本当に、まあ、動画のまんまよね、前下もね、うん、なんか礼儀正しくて、うん、みんな敬語だよね、みんなに敬語でしょ、うん、まあ、全員そうなんだけど、うん、そうだね、まあ、全員そうなんだけど、だから LINE とかも全部前下が出てくるよね、光くんじゃなくて。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからスケジュール管理も全部やってるし、そうそう、結構大変だと思うけど。あ、光さん本人とじゃないんだ。まあ、光くんともやり合うことあるんだけど、うん、なんかスケジュール感の話とかになると前さんが出てくるから、スケジュール管理とかも全部してて、結構いろんなこと考えてると思うよ、日常的に。すごいよね、その逆に言ったらヒカルさんがめちゃめちゃ、だから前さんももちろん信用してるってことよね、全部任せるから、スケジュールを、うん、完全にここに撮影も入れるからってことやん。そうそうそう、それは俺らにはないもんね、そのちゃんこの日撮影だから開けとけみたいな感じじゃないじゃん。逆にミクルがこの日撮影したいからみたいな感じじゃん。だから真逆よね、そこは。うん。ああ、そういうことね。そう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 。まあ、スケジュール管理全部自分でやってるからね、俺は。うん。逆になんか、空いた時間に入れてるもんね、俺の。そうそうそう。うん、あと、難しいっていうのもあるよね。他のこともやってるから。そうね。格闘技とかの。うん。でも、多分、ヒカル君もめっちゃやってるじゃん、いろんなビジネスを。うん。だから、そのスケジュールも全部、前さんが把握してると思うよ。ぶつからないように、撮影でぶつからないような場所とか、うん、だから前さんが全部何してるのか一番分かってんじゃないかな。そうだね、うん、すごいよね、すごい。でも何がすごいってさ、弟に対してそういう立ち位置になれるのすごくない？確かにね。まあまあ、でもまあ、じゃあヒカルくんいきますか。ヒカルくん、うん、はもうみんな動画のまんまだけどね、うん、本当にそうなんだよね、うん、なんかシンプルに裏表ないよね。うん、実際にやった感想すごい腰は低いですね、みんなに敬語だし。確かに、うん、それすごい思いました。確かに、なんかもうちょっと偉そうなイメージ持ってる人多そうだけどね、うん、その視聴者はね、うん、光くんに対して映り方的にはね、うん、
そういうのも多分作っちゃってるから自分で相手、うん、そう偉そうなキャラとかはブランディングでね、うんうん、でもあとなんか企画とかもやっぱ全部考えてるなっていうのも感じるし、うん、やっぱ喋りもすごいよな。喋りすごいね、うん、なんか一緒に撮影してると別になんか急な撮影でももうスラスラ出てくるし、うん、まあ、あれは天性の才能ですよね。ね、今まで出会ったのが一番すごいと思う、その喋りに関して、うん、あと早口なのに滑舌めっちゃいいっていうね。確かに聞き取れるね、うん、聞きやすいよね、うん、内容が入ってくるからすっごい、すごいな。あとまあ YouTube マジで好きなんだなっていうのは感じるな、うん、一緒になんか研究してるし、うん、視聴者の声をめっちゃ大事にしてる感じは思うな、うんうん、で僕ね、一個思ったのがヒカルさんたちの動画って長い時間でも全然苦じゃないよね。うん、なんか飽きさせないのが、なんかそういうの考えてるのかよく分からんけど、テンポ早いもんね、ずっと、うん、すごい、まあ、みんなメンバーの人もそのフォローがうまいことリンクしてというか、全然飽きないんや、 あっという間に時間が経つみたいな、うん、そんなイメージだよね。ストーリー性がいいんだよね、面白いんだ。そうね、まあ、あとマジで思うのは4年とか5年やってるじゃん、うん、で再生数を保ってるっていうのがマジですごい。それすごいよね。だってなくなってくるからね、ネタって同じことをやっても飽きられるし、だから本当に視聴者の声を聞いてないと再生数って落ちていくと思うんだよね、無視していくと、うん、だから言ったらめちゃめちゃ柔軟な考え方を持ってるってことよね、うん、であとまあ他のビジネスとかもすごいやってるから、ちょっとそこが他の YouTuber と違う場所、うん、ただ再生取ってる YouTuber と違くて、いろんなビジネスをやってるのを知ってるから、やっぱ多分世に出てないこともめっちゃやってるし、あ、まあ、俺が絡んでることだけで見てもね、うん、だからすごい相当稼いどるなっていうか、うん、そっちね。しあれよね、 YouTube が例えば終わったとしても生き残るよね、そう絶対、うん、だからもう成功者よ、うん、だからすごいよねっていう感じですね、うんうん、俺なんかねしたいことが一個あって、それこそ1ヶ月前ぐらいの動画かな、なんかメンバーの方々とみんなで神会後に昼から飲むみたいな動画があって、めっちゃ面白そうだなと思って、俺ら飲んだことないじゃん。確かにそうだね。だからね、旅行とか行きながら飲んだりしながらとか一回してみたいな。それだけにスポットライト当てたことは確かにないね。めっちゃ飲んでみたくない？みんなでね。あんまり強くないみたいだけど、みんな。まあそんな感じで、どうなんだろうね、視聴者と一緒な感じでだったかな。なんか視聴者じゃ分からんとこで言ったらそんなとこだよね。まあまださ、言ってもさ、あの長くないじゃん、付き合いが、まあね、だから今後さ、付き合わさせてもらってどんどん出てくるだろうね、それは、うん、もっともっと、うん、あと俺らもさ、そんなすぐ仲良くなるタイプじゃないじゃん、みんな知ってると思うけど、視聴者さんも。まあでも光くんとは結構俺、何回も会ってるからね、その YouTube 界で、うん、うん、唯一ぐらいじゃない？だからそうだね。 YouTuber は友達いないでしょ。 YouTuber は本当に仲良くしてるみたいなさ、それこそ光さんぐらい。那須川天心か。あ、天心君。まあでも友達ということではないもんな、なんか弟に近い感じだもんな、天心は、うん、で格闘技一緒だしね、なんか、うん、まあでも YouTuber で一緒にビジネスしてるのはやっぱ光くんだけか、うん、確かにね、なんか気合いそうだね、会話聞いてると。確かに、ね、確かに、うん、まあそんな感じでね、素晴らしいメンバーですよ、うん、だからもう簡単にまとめると、やっぱり光くんがすごくて、周りのメンバーは一歩引いてて、前須さんはやっぱ意見を言えるけど、全体的にスケジュールの管理をしてて、だから基本的には前須さんに振られてるって感じよね。昨日もボウリング場探してって言ったらすぐ前さんが動いて、うん、で光くんはその間に企画を考えるみたいな、ボウリングで敬語使ったらダメな方が良くないみたいなとか、うん、だからめっちゃいいチームだなっていう。確かに、うん、これからもたくさんコラボしてもらいたいですよね、うん、メンバー間コラボでなんかメンバー同士の絡みもちょっと見ていきたいな、ロケマサ君とか名人とか、はい、したいですよね。だからもうちょっとなんか逆に全員タメ語とかにしちゃった方がいいもんね、本当に。あ、そしたらめっちゃ距離縮まるかもね。確かに、あれ、ためを喋ってるだけで面白いよね。ね。で、まあ、最初はね、あれだけど。なんか、何回も絡んでいけば、すごい縮まりそうな気がしますけどね。うん、ちょっとまだ壁は悪くのは、視聴者にも伝わってるかもしれない。確かに。そんなすぐにはね、うん、あれですよ、やっぱり。まあ、だからお泊り会とか一緒にやってさ、旅行とか行って、ね、ああ、それでね。それで、まあ、距離縮まっていくといいかもしれないですね。あと、ちょっとメンバー交換とかで一回撮影してみたりとかね。で、入れ替わったらどうなんだろうね、俺と光くんが。確かに。来てんだよ。あ、一回メッセージで入れ替わって入れ替わってる動画見たいですみたいな。だからリーダーがこっち側にヒカルさん来て、ミクルが向こうに行くみたいな。それ面白そうだね。確かに面白そうそれ、うん、喧嘩呪文やろうかな。
最悪だわ、私。でも笹木さんとか戦えるよ。そうだね、うん、言ってましたから、うん、まあそんな感じでね、ヒカルチームは本当になんかもう一緒に絡んでも優秀な集団っていう、うん、まあ、視聴者も皆さん分かってると思いますもんね。そうね、楽しい撮影が、うん、楽しいね、うん、同じぐらいの年代で、うん、同じ人数なんですごく楽しいし、まあ今後もね、ぜひコラボとかもしてもらえたらなと思いますし、まあ多分一緒に、本当にヒカル君と何個か一緒に仕事してるんで、まあ今後も多分付き合っていくと思うんで、なんかあとやってほしい企画とかね、コメントしていただけたらなと思います、はい、まあ今日はそんな感じでヒカルチームの紹介みたいな感じですね、僕らのファンに、うん、はい、そんな感じで、まあ、概要欄に貼っておくのでヒカル君のチャンネルも見に行っていただけたらなと思います。じゃあそんな感じで今日はありがとうございます。ありがとうございました。